絶対に2回目の方が乗ってる。本当です。うん、ありがとう、とっちゃん。ありがとうございます。え、何、宿とか確保してきたもん。あ、まずしてない。なんかいつも行き当たりばったりすぎて、あの、あ、すいません、今日から2泊で1人で禁煙がいい、あ、禁煙がいいんですけど、それで空いてますかね。はい、はい、はい、あ、そうなんですね。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。すいません。失礼します。あ、すいません。今日の、今日一人で禁煙の席、席、部屋ってありますか？あ、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。はーい、はーい、持ってないよ、全く止まるとこを考えてるんですよ、私全くなくて、高さと私から電話かけてるのになくてやばいと思って、マスターに電話かけてもいいですかね。やべ、充電もない。はい、ライブです。あ、マスター、思うまい店の松原です。みゆです。はい、どうもー。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。久しぶり。すごい申し訳な、可能だったらでいいんですけど、うん、今ちょっと高崎のお店を一人でちょっとロケしてて。おお、一人か。頑張ってた。はい、それでなんか今日泊まるところ私全然考えてなくて、ホテル全然空いてなくて。ライブの2階綺麗だよ、おいで。本当ですか。たまにおいで、マスターは向こうで寝るから大丈夫で。ああ、ありがとうございます。すいません、いいですか。あ、いや、何時頃終わる高崎。あ、まだちょっと分かんないんで、後からまた LINE してもいいですか。あ、LINE して、あの、せっちゃんに向かってもらうから。ちょっとまた連絡します。じゃあ、あ、分かった、あ、はい、止まれるからね。はい、すいません、ありがとうございます。はい、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 失礼します。すいません、ありがとうございます。大丈夫、忘れない。はい、お疲れ、ご苦労様でした。ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。もうだ。ご飯めちゃくちゃ食べました。今ちょうどできたよ。ありがとうございます。荷物を見る、2階出る。あ、はい、いいですか、すいません。2階にバスタオルと歯ブラシととりあえず用意してた。ありがとうございます。すいません、あ、これ土足じゃないか。どこ行ったよ。いや、ありがとうございます、本当に。寒かったら見える、これ。はい、これね、鍵出せ。あー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいよ。いや、僕が行って。はい、鍵はこれ閉めてから。あー、はい、そうなんです。いいよ、お水ごめん。あ、ありがとうございます。夜食こうね。いや、お酒もいいんだ。あ、大丈夫。これ、すみません、お店がたこ焼き屋さんなんですけど。いや、本当、あら、喜ぶ子供が喜ぶわ。もうすげえ。テレビはいいか。はい、大丈夫です。じゃあ明日、7時ぐらいに。はい、ありがとうございます。いただきます。すみません、ゆっくりしてくれ。はい、ありがとうございます。おはよう。
寝られた？朝ごはんご飯がいい、パンがいい。ご飯。はい、どうぞ。ありがとうございます。すみません。はい、体回すんだな。はい、お願いします。今日も行きますか。はい、お願いします。元気なお母さんに会いに行きますか。はい。すいません、ありがとうございます。はい、楽しみ。おはようございます。おはようございます。すいません、昨日はどうも。あ、旦那さん。はい、旦那さん、あのコーヒー屋さんで申し訳ないんですけど、いくら聞いていいですか。はい、コーヒー飲めますか。ちょっと待って、せめて、あ、お礼を。あ、お母さん、何言ってんだ、何言ってんだ。あの、昨日ね、たこ焼きいただきました。なんかすいません、冷めたのだったらごめんなさい。おー、仕上げない、ちょっと掃除してごめんね、来てなって。あの、せめて。お母さん、ごめん、東京行くんだよ、これから。ちょっと持ってきて。いただきました。いただきました。今日、テレビ来てください。はい、はい、楽しみましょう。お願いします、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、はい、今日もいいこといっぱいありましたように。お兄ちゃんこそ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、みよ、またね。はい、また。はい、ありがとうございます、ね、本当に。助手席乗ってましょうかね。勢いでびっくり。すごく肉が柔らかい肉なのね、はい、だから焼いてる時は1枚で焼いてたんだけど、はい、ちっちゃく切って焼くより1枚で焼いた方が肉の柔らかさは保てるんだ、うん、だから最後に切ってます。ビ、うん、ンしか出ない、はい、完成です。はい、さあ、いくな。焼きそばの普通盛りはいくらですか。650円です。
ただいまです。はい、お帰りです。えーちゃん、ごはんでーす。新潟のベーノスと、ありがとうございます。ルロニン検査の最終章だ。さあ、ファイナル。ありがとうございます。はい、今日も楽しんできてね、いいこといっぱいありますように。マスター、ほんと、ほんと気持ちだけ、ほんと気持ち、ありがとう、嬉しいです。なんだろう、あら、あら、その少しなんですけど、すいません。はい、いつもありがとうございます。ほんとに、無事に幸せに3日間過ごせるマスターのおかげさまです。ほんとにありがとうございます。どうもない。あ、花火も、夫と子供が、もう私もなるべく行くように片付けても頑張るんで、花火楽しみにしてます。はい、はい、ぜひ出かけてね。なかなか花火なんて見なかったから。そうですよね、見らんなかったからね。さすが、イニシャル。あ、で、これなんか息子が弊社に800円取ってからって買って、あ、800円、あ、すごいお得、地元だから。ありがとうございます。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。本当にありがとうございます。はい、いいこといっぱいありますように。いいこといっぱいありますように。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行ってらっしゃい。ありがとうございます。はい、動かって行ってくる。はい、ありがとうございます。ね、ちょっと待ってね。なんで踊ってたんですか？私、最初始めた頃はやっぱり全然知名度もないというか、で、私本当に命がけでこのたこ焼きの生地とかソースとか材料選びをしたので、なんとしてもこの命がけで私の子供みたいなもんなんですよ。だからそれを知ってほしいなって思う時に呼び込みしてたんですけど、呼び込みの必死さってお客さんにとってプラスなことが多いかなっていうと、こっちの必死さはプラスかもしれないですけど、お客さんにとってプラスなことってなんだろうと思って、楽しいことはないかなと思った時に、この被り物だけは最初にもう買ってあったんですよ。なんか役に立つかなって準備してる時に、踊ろうと思って、で、突然マツケンサンバがいいんじゃないかって自分の中に降りてきて、と思って踊ってるでしょ、はいはい、すごく伝わります。増えてます、それが。ありがとうございます。はい、すいません、入ります。どうちゃん初作品になるんで、本当です、私もそれすごい正直を言うと、まあ、多少出たんですよ。私、彼女のいい門出を作ってあげたいんですよ。本当にこの子すごい頑張ってるんですよ。ありがとうございます。私もすごい楽しかった。なんかすごい変なことを言うんだけど、はい、もう本当に楽しかった。なんかもう今の一応分かんないけどさ、本当に楽しかったんだよ。
もう本当にどんちゃんがちょっと冷たくなってきたり、プライベートのことを言って、私本当は仲良くなると冷たいんです。前回最後に言ったの。はい。冷たいけど優しかったの。はい。全力で役に立とうって、そして楽しくやるのを感じて、で、踊りも